写真拡大。5年ぶりのリーグ優勝へスパートをかける巨人に勢いを与えたのはアレックス・ゲレーロ外野手、32だ。チームは8月5日に2位 DeNA に一時の 10.5 ゲーム差から 0.5 差に詰め寄られる危機もあったが、再び6ゲーム差26日時点に突き放し、マジック20を点灯している。2017年の本塁打王ゲレーロが目覚めたことが大きい。7月26日に1ヶ月ぶりに再昇格して以降、26試合の出場で79打数25安打の打率316、7本塁打、29打点。9から11日のヤクルト3連戦、東京ドームは10打数7安打4本塁打9打点と大暴れ。グッズも販売されるなど、土地流行中のゲレーロの口癖、状態いいね。の通り、絶好調だ。前半戦は打率217と安定感を欠き、6月末に再調整を命じられた。ファームで腐りかけていた時に寄り添ってくれたのは内田純三打撃コーチ、71だった。広島でのコーチ時代、何人ものドミニカ共和国のカープアカデミーからやってくる外国人選手を扱ってきた名伯楽は、同じ打電系のキューバ出身のゲレーロの扱い方も心得ていた。暑い国の人だから、だらだら黙々と練習させられるのは多分嫌いなんだ。いつも冗談を言いながら、こんな練習もあるよ、こういう打ち方もあるよと教えるようにしている。冗談は通じているかわからないけどね。内田コーチが助言したのは、ステップを柔らかくすることと、逆方向に打つための肘の使い方。ゲレーロが難しい顔で取り組んでいたら、顔が似ているからと、ロバート・デ・ニーロ、どうした?と声をかけた。大砲はまんざらでもない様子で嬉しそうに笑っていた。71歳は通訳に教わり、自らの口からスペイン語で話しかけることもある。陽気な大ベテランの指導で、楽しく真剣に練習に打ち込んだ。本来の打撃を取り戻した助っ人は、大事なシーズン終盤で出番を勝ち取った。活躍した試合後の囲み取材では、2軍に行った時に内田コーチとした練習が良かった。皆さん、ジャイアンツ球場に行く機会があったら、帰りにお礼を言っておいてくださいと報道陣を通じて頭を下げた。ゲレーロの、状態いいね。浜田、まだ続きそうだ。谷川直之。